角田式きびは、実業家、閣営建設、閣営ガス創業者。広島県被馬群東場町の理髪店に7人兄弟の5番目に、生まれる。小学校を出ると、広島市の万洲屋に方向、傍ら、広島修道中学の夜間部に通う。同校を中退して、大阪に出て、山市証券の場立ちをするが敗戦で帰郷。 生材所を起こし復興劇の波に乗り成功も、戦死した叔父の未亡人で、17歳年上の4人の子連れとの結婚に、親戚中から猛反対に遭い、一家で夜逃げして、東京に出本した。印刷工、更新書の調査員から池袋駅西口で靴磨きまでやった。一家6人が住む6畳1軒の立ち退きを求められ、泣けなしの金をはたいて6畳。 四畳の一軒家を建てた。角田はこれで、持ち家の尊さを知る。もし安い値段で家を売ったら、人も喜ぶはずと、一年発起、1958年近所の空き地に、とりあえず一軒建てたのが、各営建設創業の第一号事業となる。社名は、自身の名前と会社が栄えるという意味でつけた。マスメディアで、 田中角営の露出が多くなると関連会社でないかと、核営建設もよく取り上げられたが、全く関係はない。所要資金20万円。それが22万円で売れた。同社の利益ひ割主義はこれを基礎にしていた。その後、東京近郊の大規模団地建設で事業を伸ばす。1964年埼玉県と千葉県で、各営団地として分譲された地域において、 都市ガスの供給を行う核栄ガスも創業。住宅の見学に来た客から、幼稚園はどこに通うことになりますかと問われたのをきっかけに、この地域に幼稚園が必要だと考え、1963年に、鞘山川丘核栄団地施設として、私立核栄幼稚園を開園。1973年に、学校法人若葉学園を設立した。1 9 8七年、 角田は、核営建設の経営権を日本長期信用銀行に譲渡。代わりに、同銀行が保有していた、核営ガスの株式を買い取り、ガス事業以外からの経営から退いた。なお、核営建設は1989年に L 核営に称号を変更したが、メインバンクだった長銀の破綻の影響で2000年倒産。負債総額は、約1351億円。 その後、ジョイントコーポレーションが株式を取得、2005年7月に更正手続きを集結させて、ジョイントレジデンシャル不動産へと解消されたが、2009年に再び会社更正法の適用を申請し倒産した。負債総額は約204億円。以降、L 閣営から事業を切り離していた核営ガスの社長を務めた。2016年10月3日、 急性呼吸不全のため死去。ありがとうございます。